好きにしたらいいさ。もちろんよサム、そうするわ。まず最初にはっきりさせておこうか。あんたらの知ってるサムは死んだ。アメリカが殺したんだ。あいつほどの男にも背負いきれないほど重い十字架を無理やり背負わせてな。どこのどいつとも知れない酔っ払いの運転している車があいつの娘を引き殺しちまったのさ。あいつが人でいられたのはあの子がいたからこそだっていうのに。責任は組織にもある。そうなるように仕向けておいて、組織はニューヨークの薄い汚れた地下であいつに無二の親友を殺すように命じたんだ。あの日アービン・ランバートはサムに殺され、サムも死んだ。あいつは捨てたよ、サード・エーシロンを。住み慣れた世界を、愛する祖国、懐かしくて温かい思い出の数々、一切合切を捨てたんだ。そしてあいつは一匹狼になり、生きる意味を探す旅に出たのさ。そんなある日のことだ。娘の死は事故なんかじゃなかったという話を風の噂であいつが聞きつけたのは、そうさ、真相を知る男の名前もな、そいつがバレッタにいることも、マルタ島にある町さ。お客様。何か。お電話です。どうぞこちらをお使いください。サム。誰だ、なぜここ。ご挨拶ね。声を聞いても私が誰かわからなくなったの。グリムか、何の用だ。あなたを助けたいの、聞いて。武装した一団が市場に紛れ込み、あなたがいる方へ近づきつつある。言う通りにしてくれないとすぐにやられるわ。まずはどうやって俺を見つけたか答えるんだな。サードエシロンを見くびらないで。上よ、見える。あれか。一旦高度を上げさせるから、その間に移動して。で、どうやって俺を見つけたんだ。そんなところにいたら撃ってくださいって言っているようなものよ。早く露店が並んでいるところまで移動して。あそこなら身を隠す場所があるから。昔を思い出すな。全く同感ね。銃は。あるが、無関係の人間を銃撃戦に巻き込みたくない。立派な心がけね。でも今は無事に逃げることが最優先よ。助けてあげるから早く移動して、サム。じゃあ、明かりに照らされているターゲットの方へ少し近づいて、物陰を利用することを忘れないでね。目指すはカバンを売っている店よ。援護もなしってのはどうにもこうにも。夏が茶碗を持ってたらどうするの。ついとないとは言えんでしょう。待って、送電網に侵入しようとして。早いところ応援をよこしてもらえません。平安機をショートさせて明かりを消すから。これでいいか。怖がることなんてないんだ。暗いのだと悪くないぞ。例えば寝るときとか。明るくても眠れるもん。明るいと暗いところが見えないものなんだ。そんなときは暗くした方がかえってよく見える。本当？ああ。だからお化けや悪い奴らがいてもさらには見える。だけど向こうからはサラのことが見えないんだ。でもパパも見えない。ねえ、電気つけて。わかったよ。じゃあこれはどうだ。まだとっておきのを見せてなかった。何？
見せて。ほらこれだ。暗いところにいると目が慣れてきて、周りに何があるのかよく見えるようになる。そしてあれこれできるようになる。あれこれ、ほらあれを見てごらん。よく見えるだろう。もし本当にお化けがいても見えさえすれば怖くなんてあるもんか。やっつけて追い払うくらいわけないことさ。頭ごつんってしたらお化けも逃げてきちゃう。ああそうとも。今のは何？サラはベッドに入っているんだ。パパはドアを閉めたらすぐ戻ってくるから。いいな、パパ大好き。いい子にな。さあ行くわよ。暗闇はお手の物でしょ。俺だけのことをしてかしたんだ。ただで済むとは思ってねえだろうな。あてめえは欲しって。ああ、金目のものか何かあったか。ガラクタばっかだ。お前が言ったんだぞ、金の匂いがするって。勲章とかがあるって聞いたんだがな。まあいい女だから帰りを待つのも悪くねえさ。いただいちまうのか。そういうことさ。造影を投入してきたわ。リーダーも一緒よ。捕まえていくつか質問させてもらいましょう。一体誰がベルトなんだ。どうした。グリーン、暗返した方がいいんじゃないのか。アライはいい。役中リーダーの素性が分かったわ。名前はドミトリー・グランコス。チンピラたちのまとめ役で汚い仕事の代行をしているようね。今の雇い主は？聞いてみたら。そうするか。音がサンプルで。こっちもさ。そう、フィッシャーってのは抜け目がねえ。俺たちの裏をかいて僕の昔の市場から逃げちまったんじゃねえか。そりゃねえな、リュウちゃん塞いである。宝石屋とか物陰がねえだろ。この辺りにいるはずだ。意外と近くかもよ。それなら見つけてるさ。そうすりゃ奴を片付けてグランコスの旦那から約束のボーナスをせしめられるんだがな。なんかにゲロするかよ。分かったよ、依頼主が誰か。コビンだ、アンドリー・コビン。ロラング、ジャガー、カイデさえいれば何だってやつか。それでなぜ俺を殺そうとしているんだ。喋ったら殺されちまう。行かれてるんだ。
何も見てないから。あんたの娘をはねたのはコビンだ。しょっちゅう自慢してる。あんたが来たって聞いて、それで俺をやられる前にやれず。そいつは残念だったな。コビンはどこにいる。言えるのか。くそ。次第だ。キングジョージ通りにある古い博物館、そこに住んでる護衛に守られて俺がゲロったって言うなよ。ああ、そんなこと言いはしないと。俺が喋ったと言わないでくれ。サムがそこへ向かったのはまず間違いない。あそこはマルタのクソ壺みたいな場所さ。コービンはここを密輸のアジトにしていて、その守りたるや要塞さながらだ。正直最初から随分と骨の折れる仕事さ。その上コービンの手下どもがごつい銃をぶら下げて見張っているときてはな。だがサラの死の真相について何か知ってるかもしれないコビンという男がそこにいると分かったんだ。サムの奴が思いとどまるはずがないじゃないか。